はい、こんにちは。今日はサーフボードの梱包の仕方について説明したいと思います。まあ、ヤフオクとかね、メルカリとかで売った時、梱包どうしようかなみたいな、あると思うんで、自分の梱包の仕方でずっと送ってきてて、まあ、一度もクラッシュはなかったんで、おすすめできると思うんで、このやり方ぜひ試してみてください。じゃあ説明していきましょう。まずね、サーフボードね。はい。で、はい、プチプチですね。プチプチは、サーフボードの長さ、プラス60センチぐらいあるといいと思います。これでだいたい1800ぐらいで、まあ、あとプラスこんぐらいか。で、横幅は1200幅ですね。1200幅のプチプチが、だいたい 2.45 メーター欲しいとこです。それが2枚です。2枚くだ欲しいです。はい。それと、段ボールなんですけど、サーフボード用の段ボールって、一般的には流通していないので、手に入らないと思います。なので、普通の段ボールね、こんぐらいの、これスーパーとかでももらえると思う。これはモノタロウか。こういうので十分なんで、用意してください。これもサーフボードの長さ分あるといいですね。まあ、できればこれが4枚。4枚あるといいです。今回は、この2枚でやってみたいと思います。じゃあまずプチプチを梱包します。これで裏返します。はい。で、カッターと OPP テープですね。梱包用テープになります。で、まず真ん中を止めます。次にテール側、ここまっすぐですね。こう折り込みます。こうします。で、ここで折りたたみます。で、ここでクッションになります、テールの。で、止めます。はい。で、ここも止めてください。で、次、ノーズ側やります。ノーズ側もまっすぐ出して、レール側に折りたたんで、ここで丸めます。これでクッションになりますね。はい、これで1回目完成です。で、これをもう一重やってください。こっちが畳んだ方なんで、今度このまんまこっちを平面にして折り返します。で、こういうことですね。はい。で、これでまたノーズ側、テール側両方パッキングしてください。続けて段ボールに挟んでいきます。これが肝です。ここで切ります。これで裏返しますというか、先にじゃあこうして引きます。で、これで段ボールをサンドイッチします。はい、これでサンドイッチされました。テープで留めていってください。で、こうサンドイッチしていきます。はい、ちょっとね、これね、見本でやってるんで、ここまでにします。で、これで OK です。これで大丈夫かよと思うかもしれませんが、普通のサーフボード用の段ボールでもこの面は一緒ですよね。強度は一緒。ただレールとノーズはここは尖ってて、ここはね、空洞になってるんですよ。段ボールってね、こういう力に強いんですね。普通のサーフボード用の段ボールより強い。
ここはね。ここも空洞になってるんで、レールが。レールまで。はい。だから、ノーズもそうですね。ここも空洞になってて、ここも強いと。だから、ここの面だけ気をつけてもらえれば OK ってことになります。これで、もう何年もね、送ってますが、一度もね、壊されたことないです。で、大きくね、赤いマジックで、割れ物注意、サーフボードって書いて出すと OK です。はい。いつもね、サーフボードとちょっと車のこともやっているチャンネルです。この動画が役に立ちましたら、グッドボタン、ついでにチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。補足でちょっとお話を付け加えさせていただきたいと思います。この動画2021年の11月ですねに撮ってます。現在ね、配送業者さんでサーフボードを運んでくれるのは、私の知る限りヤマトさんがねダメになりました。で、佐川さんはドアトゥドアで個人で運んでくれると思います。たまにね、営業所によって違ったりもするんで、送る前に聞いた方がいいですね。そう、出品しちゃってから送れないとかになっちゃうと困っちゃうんで。はい。それから、性能さんは、支点止めはやってくれると思います。ただ、個人が出して支点止めやってくれるか、個人だと、もしかしたら、支点申し込み支点止めになっちゃうかもしれませんね。はい。ヤマトさんはね、昔はね、運んでくれたんですよ。で、なんでダメになっちゃうかっていうと、まあね、一時期佐川さんもね、ダメって言われた時があったんですね。なんでダメってなっちゃうかっていうと、配送途中にちょっと壊れるじゃないですか。そうすると、もうこれ使えないって言って、新品にしてくれっていうのがね、すごい多かったんです。らしいです。壊れたものはもうしょうがないんですけど、壊れたら壊れた分の修理しか請求しないことですね。まあ、よっぽど新品だったらどうなのかな。まあ、そこはちょっと、なんとも言えませんが、壊れてないのに壊れたとか、ちょっとひび入ってただけでもう新品に変えてくれないと困るとか、やっちゃうと、もうじゃあサーフボードは運びませんよってなっちゃうんで、皆さんね、そこはね、詐欺とかやめましょう。昔あったんだよね、そういうのね、いっぱいね。まあ、飛行機のね、保険とかもね、旅行の保険とかもあったと思うけど、さ、あんまりね、そういうことやっちゃうと、ほんとダメになっちゃうんで、自分たちでね、こう、首を締めていっちゃうことになるんで、やめましょう。はい。そう、やらかす人が多いから、はい。気をつけましょう。だから、売る前に、ヤフオクとかね、を考える、ヤフオクとか、メルカリとか出す前にちゃんと運べるのかなってのを運送屋さんに聞いてから出した方がいいですね。はい。じゃあまたよろしく。次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。